皆さんこんにちは。衆議院議員の今枝総一郎です。本日のテーマはスマートコントラクトです。それでは行ってみましょう。これまでの傾向からいくと、スマートってこの場合自動的に実行されるって意味ですよね。それに契約の意味のコントラクトが組み合わさっているから、つまりスマートコントラクトとは契約内容を自動で実行してくれる仕組みってことでしょうか？正解です。スマートコントラクトの仕組みを分かりやすく説明すると、自動販売機が最も身近な事例ですね。自動販売機では購入者が欲しい商品を選択し、代金を投入するという設定されたルールが満たされると、自動販売機が選択された商品を購入者に渡すというルールに従ってプログラムが自動的に実行されます。自動販売機は初歩的な例ですが、このようにスマートコントラクトとは、契約内容とその実行条件をプログラミングしておくことで、条件が満たされた場合に人の手を介さず契約内容を自動で実行してくれる仕組みのことを指します。なるほど、スマートコントラクトのイメージがよくわかりました。でも自動販売機って割と昔からある技術ですよね。なんで今スマートコントラクトに注目が集まっているんでしょうか？いい質問ですね。スマートコントラクトが拡大した背景には、ブロックチェーン技術が開発されたことが挙げられます。ブロックチェーン？なんだか強そうな響きですけど、一体どんなものなんでしょうか？ブロックチェーンとは、取引の履歴を暗号技術を使って一本の鎖のようにつなぐことで、取引データを正確に維持するためのデータベース技術のことです。以前も説明したと思います。ブロックチェーンとスマートコントラクトはとても相性のいい組み合わせで、ブロックチェーンを持つ透明性の高さを生かして、スマートコントラクトにおける自動取引の安全性と効率性を格段に向上させることができるんです。具体的にブロックチェーン上のスマートコントラクトのメリットを3つご紹介しますね。まず1つ目に信頼性です。これまでの取引や契約は信頼を提供する仲介者を介して実行されていましたが、スマートコントラクトは第三者を介する必要がありません。これは事前にルールが定められているので、条件が満たされれば必ず自動的にプログラムが実行されるためです。またそもそもブロックチェーンはデータ改ざんに対して耐性があるため、高いセキュリティレベルが担保されています。2つ目に透明性です。プログラムされたスマートコントラクトの内容や実行された取引の記録はブロックチェーン上で公開されます。そのため不正が行われた場合の検知可能性は高いとされているんです。3つ目にコスト削減への期待が挙げられます。これまで仲介者に支払っていた手数料は必要なくなりますし、同時に一連の手続きに要する時間が短縮されたり、仲介者に情報を抜かれるリスクもなくなります。リスクもコストも減らせるなんていいこと尽くしじゃないですか。スマートコントラクトがどのように活用されているのか知りたいです。スマートコントラクトは金融や保険、不動産など様々な分野で応用されています。例えば以前動画でもご紹介した NFT もスマートコントラクトの仕組みを応用しているんです。NFT 覚えていますか？NFT って代替不可能なトークンでしたっけ？もう一度動画で確認してみます。合っていますよ。ですがせっかくなのでぜひ NFT の動画でも復習してみてくださいね。 NFT はデジタルデータ唯一無二性を証明することができるものです。本来コピーが無限に可能な画像や動画、 SNS のつぶやきなどはオリジナルがどれであるか証明することが困難でした。しかしスマートコントラクトによってトークンと紐付けすることでオリジナルを特定した上で所有権を証明できるようになったんです。これによってツイッター創業者による最初のつぶやきや特定のシーンを切り取った動画などの NFT が作られ、高値で売買されるようになりました。スマートコントラクトの技術を活用したら、コスト削減や業務効率化だけにとどまらず、新たなビジネスチャンスも生まれるかもしれないってことですか？ますますスマートコントラクトへの期待が高まってきました。これからもっと勉強しようと思います。いつも教えて今枝先生シリーズを見ていただいて本当にありがとうございます。これからも新産業、経済、社会、イノベーション、テクノロジーといったさまざまなテーマについてお話をしていきますので、ぜひとも皆さんには高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。